どうもプロタンです。やっほー。はい、幽遊白書の 100% 中の 100% トグロ、オーブン70個使っても倒せなかった。はい、ということでですね、今日またゲイミックさんとの久々のコラボ、劇獣神祭30連あのガチャになります。はい、でまたちょっとゲイミックさんのアプリ の宣伝になるんですけども、まあ、あのやっぱ課金するじゃないですか。で課金して、まあ、今いろんなゲイミックさん以外 あのアプリでもそのポイントバックっていう制度あると思うんですけど、なかなかないのがゲイミックさんのアプリだと 2%、 今結構 1% が多いですけど 2% バックになってるので、まあ、ぜひね、まあ、あの利用してるアプリがないっていう人はゲイミックさんのアプリ、まあ、あのここに出しておきますので、まあ、こんなアプリになりますので、まあ、あのそれを経由してゲイミックさんのアプリの中であの自分が使ってるアプリをあの見つけてですね、課金してもらえればと思います。はい、劇獣神祭ガチャやっていきたいと思います。正直あのトグロもう幽遊白書好きすぎて、マジで僕7周してるんですよ幽遊白書。高校時代に VHS のビデオを借りて、それで2周してお小遣い少ないながらも8000ぐらい使って、1日レンタル でそれで見漁って、で今回じゃないけどちょっと前に幽白とコラボってなって、もうどうしてもトグロ欲しかったんですけど、トグロに夢中になりすぎてジンも取れず正直あの落ち込んでます。はい、正直結構ねいろいろね熱がねということでね、まあいろいろまあやってたんですけど、いやまあそんな話はいいや、まあガチャやっていきたいと思います。で今回のガチャも、まあ、いろんな YouTuber さんとの対決がありまして、僕負けたら、つか負けすぎじゃないかっていうか俺本当思ってんだけど、まあ、こういうくだりやめよう。もう僕一回も優勝したことないんですよ。ここ十何回ぐらいやってると思うんですけど、このガチャ対決、まあ、いい加減引きよって思ってるかもしれないですけど、ちょっと重いだけ。負けたら冷蔵庫に今あるものを全部まとめて巨大料理作るっていう罰ゲーム、多分グロい料理ができると思うんですけど、それだけはやりたくないんで、もうほんと勝ちたいっす。正直ね、もう何が来てもいい。はい、30連何が来てもいい。でもあわよくばロビンフッドかナイチンゲールが欲しいですね僕来てる来てるこれ来たぞ。うーわマジか。これ絶対勝つでしょ今回。あ、これ多分流れいいわ。頼む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 。何が来る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 。お、星5今来た。よっしゃロビンフット来た。マジ来てるな。はい来ました。あとこいつね、フリーズ、これ重心感が強いんですよね。おー、これで3点じゃないの。いやこれ負けないでしょさすがに。いやここまで来たらちょっとね1位取りたい。2連目、出していくよ、出していく。頼む頼む。星5。お、またロビンフッド来た。え、やばっ、え、やばい。ナイチンゲール5、ナイチンゲール。え、なんだこれ、良さそう。星4か。うわ、また来た。ロビンフッド。2体目。え、これで5点だ。はい、30連目。来てる。やべえ。びっくりするんだけど。こんなロビンフッド来たか。よかった。木属性少ないんだよね。頼む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 。あといた。うわ爆死か。うわなんか終わりが良くないな。うわあとね所持数45個あるんで、あと3連やってみたいと思います。3連、シングルガチャ3連。ここからはもうね関係ないんで。よし、1年目ナイチンゲール。あ、ちげえよバカ、ロビンフットじゃねえよ